海外反応ナンバーアンダーラインアイの実力がついに世界へ。米人気サイトザラノート特集でファン歓喜。ナンバーアンダーラインアイが最近海外で注目を集めていることは多くの日本のファンにとって喜ばしいニュースです。特にロサンゼルスを拠点とするエンターテイメント情報サイトザラノートで取り上げられたことは彼らの国際的な人気を証明するものです。このようなメディア露出は ナンバーアンダーライン愛がいかに多くの人々に影響を与えているかを示しており、日本国内だけでなく、海外でも彼らの存在感が強まっていることを感じさせます。最近の成功例として、彼らの楽曲、GOT が米国 iTunes 総合チャートで10位、ヒップホップチャートで3位にランクインしたことが挙げられます。また、同楽曲のミュージックビデオが公開からわずか3日で1000万回再生を超え、 YouTube のデイリーミュージックビデオランキングで世界1位を獲得したことも特筆すべき成果です。このような国際的な注目を集める背景には、ナンバーアンダーライン愛が単なる音楽グループ以上の存在であることが見逃せません。彼らの楽曲は、日本語と英語を巧みに織り交ぜ、世界中のリスナーに共感を呼び起こすメッセージを伝えています。特に、強盗は、グループメンバーである神宮寺雄太が、 自分たちが最高であることを信じてほしいという力強いメッセージを込めて制作された曲です。この楽曲は、リスナーに自身の可能性を最大限に引き出すよう促す力強いアンセムとなっています。さらに、ナンンバーアンダーアダイン1 i の活動は音楽だけにとどまりません。彼らは日本国内の主要な雑誌の表紙を飾り、ファッション界でもその存在感を発揮しています。ニューズイ e e k j a p や エルジャパンボーグジャパンなどの有名雑誌に登場することで、彼らは音楽ファンだけでなく、ファッションや文化に敏感な層にも影響を与えています。このような多岐にわたる活動が、彼らのブランド力を一層強化し、より多くのファン層を獲得することにつながっているのです。彼らの最新シングル INZM は、2024年8月19日にリリースされ、その力強いビートと斬新なサウンドで再び話題を呼びました。 この曲は、神宮寺雄太がプロデュースし、彼のクリエイティブな才能を存分に発揮した作品です。このように、メンバー個々の才能が発揮されることで、グループ全体の音楽性がより一層豊かになっていることがわかります。そして、彼らのアルバム、NO-I のリリースが9月23日に予定されており、多くのファンがその日を心待ちにしています。このアルバムは、 彼らのこれまでの音楽活動の集大成であり、今後の展望を示す重要な作品となるでしょう。また、このアルバムリリースに合わせて、ナンバーアンダーラインアイは全国ツアーを行い、各地でファンと直接触れ合う機会を設けています。彼らのライブパフォーマンスは、単に音楽を楽しむだけでなく、彼らの情熱やエネルギーを肌で感じることができる特別な体験となるでしょう。このツアーは、宮城、福井、 神戸、福岡など、全国各地をめぐる予定で、ファンとの距離をさらに縮める絶好の機会となるはずです。このような活躍を見ていると、ナンバーアンダーライン愛が日本のみならず、世界でどれほどの影響力を持っているかがよくわかります。彼らの音楽は国境を越え、人々の心に響く力を持っています。そして、ファンは彼らの成功を誇りに思い、これからも彼らを応援し続けることでしょう。 ザラノトでの記事が示すように、ナンバーアンダーライン愛の魅力はますます広がっており、今後も彼らの成長を楽しみにしているファンが世界中に増えていくことでしょう。このように、ナンバーアンダーライン愛はその音楽性とパフォーマンスで世界中のリスナーを魅了し続けており、これからのさらなる活躍が期待されます。彼らの成功は、ただの偶然ではなく、長年の努力と才能の結晶であり、その結果が今、 世界中で認められつつありますこれからもナンバーアンダーライン愛の音楽が世界中に広がり多くの人々に希望とインスピレーションを与える存在であり続けることを願っています彼らの成功は既存の j p o p の枠を超えた新たな音楽ジャンルの確立ともいえるでしょうナンバーアンダーライン愛の音楽は伝統的な日本のポップカルチャーに根ざしながらもヒップホップやエレクトロニックミュージックの要素を取り入れ 独自のスタイルを築いていてますこの革新性が彼らの音楽を特別なものにし、国内外で多くのリスナーを引きつけている理由の一つです。また、彼らがただ音楽を作り出すだけでなく、その音楽に込められたメッセージを明確に伝えることに注力していることも注目すべき点です。例えば、INZM のミュージックビデオでは、現代社会に対する挑戦や、 個人の自由を求める姿勢が強調されていますこのようなテーマは、特に若い世代に共鳴し、彼らが直面している現実を反映しているといえるでしょう。ビデオの映像美やメッセージ性は、多くのファンに強い印象を与え、彼らの音楽がただのエンターテインメントではなく、深い意味を持つ作品であることを証明しています。さらに、ナンバーアンダーライン愛はそのファッションセンスでも注目を集めています。 彼らは、音楽だけでなくビジュアル面でも自分たちのブランドを確立しており、雑誌の表紙やファッション書に登場することで、その影響力を拡大しています。彼らのスタイルは、日本の伝統的な要素と現代的なトレンドを巧みに融合させており、これもまた彼らが他のアーティストとは一線を画す要因となっています。特に平野賞は、そのカリスマ性とファッション感覚で多くのファンを魅了しており、 彼の影響力は音楽シーンにとどまらず、ファッション業界にも広がっています。彼らの成功の裏には、長年の努力とチーム全体の一体感があることも忘れてはなりません。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれが持つ才能を最大限に発揮し、互いに補完し合うことで、グループとしてのシナジーを生み出しています。このような協力体制が、彼らの音楽のクオリティを高め、 ファンのの期待に応えるる力となっているのですそして、彼らの成功が日本国内だけでなく、海外でも評価されていることは、今後の日本の音楽業界全体にとっても重要な意味を持つでしょう。これまで日本のアーティストが世界で成功を収めることは、決して容易なことではありませんでしたが、ナンバーアンダーライン愛はその壁を打ち破りつつあります。彼らの成功は、他の日本のアーティストにも勇気を与え、 新たなな挑戦を促すきっかけととることでしょうまた、ナンバーアンダーライン愛がこれからどのような新しい挑戦をするのか、ファンだけでなく業界全体が注目しています。彼らはすでに多くのことを成し遂げましたが、まだまだ成長の余地があります。新しい音楽スタイルの開拓や、さらなる国際展開、そして社会に対するメッセージ性の強い作品の制作など、彼らには無限の可能性が広がっています。 今後も彼らがどのように進化していくのか、その歩みを見守り続けたいと思います。最後に、ナンバーアンダーライン愛の成功が示すように、音楽は国境を越え、人々を繋ぐ力を持っています。彼らの音楽は、日本という枠を越えて世界中の人々に届き、共感を呼び起こしています。このようなグローバルな影響力を持つアーティストが、これからも増えていくことを期待しています。そして、 ナンバーアンダーライン愛がその先駆者として、さらなる高みへと羽ばたくことを心から願っています。